るあなたたちにこの言葉を送ります。お帰りなさいませ、ご主人様。かつて宇宙を旅して数々の冒険を繰り広げてきた電波組インク、さまざまな出会いと別れを繰り返し、2023年電波組のメンバーたちは再び宇宙船に乗り宇宙を旅していた。長い旅路の途中で地球から遠く遠く離れたある銀河の片隅の惑星に立ち寄った電波組は、そこで衝撃的な光景を目にする。なんとその惑星には人間そっくりの知的生命体が暮らしており、しかもその文明は2000年代初頭の日本とそっくりだったのである。驚きと不思議な懐かしさに浸っていた電波組だったが、この文明は何かがおかしい。ここには2000年代初頭の日本のほとんど全てが再建されているが、なんと萌えと絵のだけが失われていたのである。失われた萌えと絵もを取り戻すため電波組が立ち上がるのであった。